ます。準決勝、準決勝2つ目ですね、はい、B、カルバーリョさん対、ティウさん。はい、じゃあここからは市川さん、カジさん、お二人お願いします。はい、テーマソングね、ここに来てから初めて聞いたっていうね、そう、かっこいいよね、やっぱりこれ、うん、放送の人も聞こえてますかね、この音楽ね、はい、チャンピオンシップ、まずは入場から、はい、聞こえてる In the United States、 はい、オリバー君、若干18歳ですね。ちょっと恥ずかしそう。恥ずかしそう。まだ照れが見える。うん、はい。マルシオ・カルバーリオ。正しい発音が聞こえた気がしました。はい。マルシオさんはね、表情豊かですね。ニコニコ楽しそうにマジックしますよね。うんうん、なんか楽しそう、この雰囲気いいですね。そうですね。ニコ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 、さっきのね、安岡さんと BBD さんはすごいなんか、無言で無言です、一触即発のムードだったんですけど、うん、なんか親戚のお兄ちゃんとゲームする感ありますよ。そうですね、うん、対戦相手若いからそんなバチバチ感も出せないのかもしれないですね、マルシオックさん。あー、なるほど。相手若すぎてちょっと、はい、大人げないなってなっちゃうかもしれない。はい、先行はマルシオさん、予選ラウンドを上位通過しているために、はい、左手が、バントカンパニー、右手がターボエムラクール、はい、オリバーさんは1ターン目発生の器からスタートしました。これはいいスタートですね、うんうん、マルシオさんリクルーター、はい、はい、ペイワンライフ、はい、これもね、相手発生の器からスタートしていると、発生の器を起動したいなっていう気持ちもあると思うんですけど、はい、起動しちゃうと変身しちゃうということでね、次のターンに降格して2アクション取られてしまうので、まあ、スペルを唱えたいなと。しかし起動しないと泥魔化の命令でね、綺麗に処理されたり、エンチャントを急に捧げてくださいと言われることもある。このマッチアップね、泥魔化の命令腐りやすいカードなんで、はい、まあ、引いてしまったら、まあ、消化したいなっていうところはあると思いますよね、うんうんうん、まあ、格闘できないですもんね。そうですね、相手のクリーチャーすごい大きいんで、みんな、うん、プライチカウンター1個乗っけるだけだとやっぱりもったいない。はいはい、はい、ここは原初のロリーロをキャストしました。はい、ドラフトでもね結構見かけたカードですけど、うん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 、03クリーチャー死亡したらね、はい、あのライブラリーから基本土地持ってこれるので、はい、まあいいブロッカー。すごい、確かにオリバー君今あの世界ランキングと年齢が一致している。うん、オリバー君18歳オリバー君18歳ですね、よくあるこのネタ。これ世界ランキングをね、うん、表していて、よくね、オーエン君2歳とかね冗談で言うんですけど、はい、これはね冗談じゃないんですね、うん、これは、はい、オリバー君18歳、成績が上がると若返る、若返る謎な感じですけど、あ、ここはニッサの巡礼でマラカスクをしていきますが、この場の民王は相当強い、はい、プラス1で、対象最大対象クリーチャー2体対象として、セントダメージを与えると、ドローできますということで、これは2ドロー、はい、いやさっきのマッチアップからね、民王輝いてますね。まあ、リソース勝負じゃね、もうオリバーさん立ち向かうことは難しそうですね、はい、もうこの民王に干渉する手段もほとんどないですし、コジロックの機関を墓地に落とすのもそこまで早くはできないと思いますから、うん、こっからどうすればいいんですかね、器こっからは結構都合よく引いていかなきゃいけないんですよね、うん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 、なんとかしてコジロックの機関を墓地に落として原初のドルイドを、生贄に捧げて、現出する、現出して小泉君を誘発させて盤面を一掃する、うん、はい、そうすると、まあ、民王を牽制できるクリーチャーも場に出せると思いますので、
こういう展開ができたらいいなと。ただマルシオさんはこの2体から追加する意味もあんまりないですもんね。そうですね。だから手札に、うん、溜めていったりとか、後続は温存できるという状況なので、はい、しかもスピリットありますよ。そうですね。むしろ霊魂ありますんで、1回はコジリクの機関を、あの誘発をかわすことができますから。つまり強い、うん、これはカルバーリョさん優勢。はい、はい、これは悩ましい。はい、はい、群れの決死をプレイしました。機関落ちろ、機関落ちろ、機関落ちろ、落ちない、はい、で、ニッサーですね。はい、一応ね、でもライフはまだ14点あるので、はい、まあ、あと2ターンぐらいは時間はある、うんうんうん、はい、はい、これはニッサをプレイします、はい、ただね、マルシオさんメインボード1枚しか入ってないドロモカの命令を今持っていて、気持ちよく、はい、反射魔導士とニッサを格闘させながら絶望と意見に捧げることができるんですよね。絶望、絶望的、はい、ちなみにさっきの魔法の呪文と器で、器から先に使わなかった理由って裏返らないように、まあそうですね、裏返らないようにもあると思うんですけど、群れの結集ってなんか魔行させてもあんまり意味ない、あんまりめくれないですよね、はあ、クリーチャー20枚ぐらい入ってて、それで5枚に対して18枚ですね、18枚に対して5枚めくって2枚出るっていうのはなかなかないんで、まあ、あんまり魔行は期待しないで、そもそも期待しない、うん、結構適当に打っちゃいますねこのカード、はあ、うん、さあこれは、まあ、見た目はドロモカの命令をプレイするの確定で、不屈の追跡者を出しながらドロモカの命令をプレイするか、無視の霊魂を出すかで悩んでますね、うんうんうん、まあ、テンポ的にはね、不屈の追跡者の方がまあいいんですけどね、綺麗にマナーを使えるんで、うん、まあ、重いカードからマジックのいわゆるセオリーみたいなものですよね、うんうんうん、まあ墓地にあのコジレックの機関も落ちてないですし、はい、原数元のクリーチャーとなるニスはこのターンに対処できるので、まあ、返しに盤面を移送されることはないだろうと、ならば、まあ、無視の霊魂は1ターン別に遅れてもいいかなっていう。お、ここはプラス1と格闘できましたね。お、はい、じゃあエンチャント残すプランなんですね。はい、そうですね、これで5点で、2ドロー、はい、もうアドバンテージは異次元、宇宙、宇宙ですね。実地研究者民をマイナス7の大マイナスをすると、はい、カードをまず3枚引いて、あなたはあなたの手札から土地でないカードをマナコースを支払うことなく唱えても良いという紋章を得ます、うん、はい、あんまり使わない、いや、いや、結構ね、この不屈の追跡者が場に出てると、はい、その手がかりを消費することにマナを使ってカードをプレイすることにマナこそ知らなくなっていいんで、はい、すごいテンポ良くなるんですよね、うん、なんで、まあ、全然ありえますね、まあ、次、まあ、プラス1でマイナス7ができるようになったら全然使ってもいいと思います。いわゆる全地が、まあ、戦場に出たような状況になると、まあでも3枚引くだけでね、結構タミオ2号とか、うんうん、いやタミオは1枚ですかね、多分。おお、このじゃあ1枚のタミオがかなりぶっ刺さってる。マルシオさん本当にね、こうカードが散ってて、まあ本当にワールド仕様ですね。3プレイしづらい相手が。4さあめくれず悲しみ。コジレクの機関落ちんなと。ゴジレックは帰還せず、はい、また、元素ドロイドを出してターンを終えました。はい、どんどこと不屈の追跡者がハウンドに押し寄せますね。
いやこの状態で民を奥義したら気持ちいいだろうな本当に。いや僕だったらもうね使っちゃいたくなりますけどね。使っちゃいたい。ただマイナス冷静冷静だったはい、マイナス2でバンバンバンで、何もなければゲームが終わります。終わりました。はい、はい、このターンに9点以上入りますんで1ゲーム目は1ゲーム目先走、うん、はい、7個乗らずでしたね。7個乗らず惜しいね、うん、はい、このお二人が着てるパーカーがねちょっとわからないんですけれども、ユニフォームがプレイヤーのみんなには配られてます。はい、あれなんかね、昨日ね、初日会場が寒かったらしくて、はいはいはい、まあ、それでなんか配られたみたいな。あ、だから皆さんなんかあの青いの着てるんですね。なんかね、この辺にマナシンボルがね、パーカーに書いてあって結構おしゃれなんですよ。会場に売ってるやつかな。そうそうそう、結構プロツアーとかの会場とか、まあ、今回も売ってるのかな多分。ありますあります、うん、そう、マナシンボルパーカーみたいなそうそう、はい、今ね、ちなみに会場かなりプレイヤー見えますね。これあの一般の方、うん、はい、いろんなねコスプレイヤーの方もいらっしゃってね。そうそう、さっきナヒリも見たし、うん、ナヒリ、あれナヒリかな、あれナヒリじゃないですか多分。真っ白、確かに真っ白、真っ白だった。はい、コウのナヒリと、あとはチャンドラ、チャンドラもいました。男の人でしたけどね。男だったけど、うん、そう、あとね僕会場来る途中にねアバシン見ました。アバシンね、なんとなくね八マナ感ありましたけど。八マナ感あった、重い方だった。はい、いやそのちょっと真意はちょっと詳細はちょっと聞かないでおきますけど、はい、八マなるほどね。ということでサイドボードはまだなんですね、うん、メインボード。あ、ドワーフの人も確かにね、このイベントが始まる1時間前、うん、プレイヤーのねみんなに新セットのインタビュー兼ねて、はいはいはい、あの番組やってたんですけど、その時はねブラッド・ネルソンさんがねドワーフの格好して、はいはいはい、ヨーっつって、まあ、なんかドワーフって似合いそうですね、うん、なんかねあの目がねここ頭につけてなんか帽子かぶってそうで、このイベントのために俺は準備してきたのさみたいなこと言ってたらジョエル・ラッシャーがそんなわけないだろっつって、まあ、バレたみたいな、そんなやり取りしました。確かにね、はい、でこれでね今1ゲーム終わって2ゲーム目今シャッフル中なんですけれども、はい、はい、2ゲーム目もまだメインボードのままメインボードなんですよね。はい、うん、でもまあ先手だとねオリバーさんにも全然目がありますし、うん、まあ、今ちょっとあの発生のツアーとか過去との取り組み群れの結集でのめくりがそこまで良くなかったんで、うん、コジレクの期間めくりたいですね。コジレクの期間めくるとゴールが明確に見えて、うん、プレイしやすいんで、はい、そろそろちょっとまた次の試合が始まりそうですね、うん、お願いします。はい、はい、右手オリバーティウさんが7枚見てキープするのか、キープしそうですね。ハンドはジェイス、ジェイスと置いてある深海とランド5枚に見えました。はい、左行ってカルバーリョさんがキープ。はい、フェチ、このジェイスかなりいいんじゃないですか。強い強いね、うん、5点2ターン目に効率的に対処できるカード石の宣告1枚しか入ってないので、はい、かつねクリーチャー出てからもドロモカの目1枚だけですから、まあほとんど除去することは難しいかなと、うんうんうん、しかもね、安岡さんのね、バントカンパニーのジェイスと違ってね、あのフラッシュバックする呪文もいっぱいあるし、そうですね、引いて捨てて嬉しいカードもいっぱいある、うんうんうん、高揚するし、そう、次のターンにね、群れの結集とか打ったらいきなり裏返っちゃったりとかしてね、はいはいはい、結構そういうカードとのシナジーも強いですね。まあ、マルシオさんからすると早めにクロック出すしかなくて、そうですね、現状2マナの最大ダメージ与えるのがこの、2マナ22、うん、さあ、ニッサの巡礼と、はい、タコ、はい、あ、これはニッサの巡礼からプレイしていきますね。はい、まず森、はい、まあ、このターン多分ニッサの巡礼よりいいアクションが多分デッキ内に入ってないので、うんうんうん、まあ、先にルーターをジェイスの
かル起動型能力起動してカード1枚引くことに意味がないなっていう判断だったと思います。これで、まあ、デッキ内の森2倍を、ハンドに加えることによってちょっと圧縮してから、まあ、ジェイスに使おうかなっていう、はいはいはい、つまりジェイスのカードの質を上げたということですね。ということですね。ライブラリーから森2枚を減らしたので、はい、他の、ね、何か有効な呪文を引く確率が上がるということですね。2枚分、はい、まあ、大体50枚ぐらいから、ね、2枚減ってるんで、うん、何パーセントかですけど、まず2点テイクからの追跡者、じゃあエンドに、ジェイスでルーター起動、はい、はい、さっき持ってきた森を捨てて自分のターンドロー、はい、エムラクール、まあドローがターボエムラクールですね。ドローがエムラクールなんですが、このターンにアクションできるカードを引きたいなと。ちょっとね、エムラクール、置いたる深海機、これもうタコ出しちゃうんじゃないですか。いや出しそう、ジェイスさよなら、さよならの可能性はありえますね。どうするかな、どうなんでしょう。あと一旦我慢しますか。これだとね、これたこのままパスしていくと相手は殴れないんで、はい、まあそれだったらジェイスをゆっくり起動していってもいいかなと思って。そうですね、ここでまず殴ってきたら、うんうん、タコが土地を縛りながら、そうですね、一体ブロックできるので、うん、優しく包み込むわけですね。はいはいはい、しかし重いですね。重い。なんで手札もね、あと1回か2回ぐらいはルーティングしたいんですよね。なんでここでジェイスを切るのもあまりしたくないけど、まあ、攻撃してくるのであればやぶさかではないみたいな、はいはい、うん、だからまあアップキープにはやらなかったみたいですね。アップキープにやっちゃうとね、あの戦場のクリーチャー処理もできないし、うんうんうん、あんまり得でもないですからね。そう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 、これは結局まあおね、マルショーさんはちょっと殴れないなと、はい、指でプレッシャーかけてきますね。いいよっつって、まあ、アタックっていう宣言をマルショーさんがしていいよって言った感じでしたね。 OK みたいな。マルショーさんはちょっと土地が詰まってしまって動けないなと。何枚あんの。5枚だよと、タコ出るよと。この流れ殴らなそう。あ、行った。あ、行きましたね、まあ、これは止めるかな。トラッカー食べますか。トラッカーを食べますね。お、食べない。ノブロック。なんかトラッカー行きそうな気がしましたけど、まあ、ルーティングしたいでしょうね、うん、もうちょっと、はい、あと数枚はルーティングしてからじゃないとみたいな。しかし、引くカードはニッサの巡礼。お、先にルーター結構微妙ですね、これ。微妙です。うん、怪しい。一応、ニッサの巡礼をプレイしてから起動すると、ジェイスは裏返るんですけど。そしたらね、タコが、うんうん、現出するためのクリーチャーを失ってしまうってことでもある。でもまあ一応このターンランド置いて6マナで、巡礼打って7マナ、次のターン8マナまでは確定するんで、はい、あの2マナ土地もあるんで一応 9マナまで、はいはいはい、ね、リーチする。そうすると素出しができるんでね、置いた深海機を、はい、ちなみにエムラは、2マナ軽い状態ですね。はいはいはい、はいはい、まだ、ソーサリーと土地だけ、うんうんうん、はいはい。じゃあまずここで森をサーチするのかな。じゃあブロックしながらルーターして、はい、変身するっていう流れで、まあダメージを軽減しつつ素出し、はい、タコ素出しでいく、うん、まあこれは、まあ、落ち着いてるというか、まあそうですね、焦らない順当なプレー、うん、ニッサフラッシュバックは、フラッシュバックまで行きます。さすがになんかエムラ連打するってことですかね、それだと。
それもちょっと微妙かな。次のターンのエムラ確定するのかな。どうだろう。使用を。この結構難しい。まあ全然検討はしているんじゃないかな。このターンランド置いてないですよね。だって、置いてなさそう。うん、置いてないと思います。検討してちょっとね、返しのクロックで負ける可能性ありますよね。クリシネがオールイン、そうオールインしてくると、今手札何枚あるかわかんないですけど、まあ、5枚か6枚あるんで、6、7、8、9、10、11、12、13点、6、7、8、9、13点ありますね。そうなんでここで起動してニッサの巡礼って言われると行くと負けてしまいますね。なるほど、はい。首締めやっぱ1枚こういう風に引けると、こういうランプデッキとかにも手札をダンプしてオールインすることができるんで、これも決して悪くないんですよね、うんうん、プレッシャーですね、はい。なんでこのターンはニーサの巡礼のフラッシュバックはちょっとできないなと。エムラクーでコントを奪われると大変なことになる。首締めは悲しみ。できることは、自分のターン奪われる前に全部捨てるだけ、うんうん、自分の組を締めるのかと、ね、うん、うまいこと、うん、トラッカー、あ、タコありますよ。タコありましたね。タコ足りますね、マナ。タコ足ります、はい。タコされちゃうとこっちもタコ出さざるを得なくなるんで、そうするとなんかそのパーマネント縛るという効果が発揮しないんで、まあマルシオさんペースかな、これは。マルシオさんかなり1枚差し2枚差しカードが、そうですね、ぶっ刺さり、うん、やっぱりそういうのね、リスト公開しててもね結構ケアしづらいんで、まあ、やっぱりうまく働いてますね、うん、オジレックリターン。お、これはこれ一応唱えられるのか。もう唱えれますけど、唱えてもいいっすね。唱えてもいいっす。はい、これ裏返してまずコジェクリターンの裏を打てると、そうするとね結構嫌ですね。これはこれはいい、いいドロー、いいですね、うん、これによって、普通の追跡者にカウンターを乗せるか、コジェクの機関をエンドに打たれた時に、自分の、老いたる深海域をプレイするかの二択になってしまうので、今先ほど言っていた対戦相手のターン、オリバーさんのターンに老いたる深海域をプレイするっていうプランは取れないんですね。マナ使っちゃうから、はい。なんで、まあ、オリバーさん側にちょっと主導権が渡ったかなと、うん、はい。いや、このなんかこう青赤ランドを、ね、起こしてたのがすごいいいプレイだったなと思います。なんかオリバーさんもね最初ちょっと青赤ランド迷いましたね。それは これもしかしたらコジェクが引くかもしれないなっていうのを考えて、はい、青かなとちゃんと正してたんで、これはま隠れた好プレーだなと。オリバー君グッドプレイ、グッドプレイ、うん、ちなみにエムラ捨てたのは、墓地にクリーチャーをね1枚送っときたかったっていうことなんですかね、うん、そうですね。クリーチャーカウントもあるし、まあ、ジェイスが落ちたらクリーチャー落ちるんですけど、ジェイス落ちなかったらクリーチャー落ちないんで、はい、はい。呪文トライでひどい目に遭わない、ひどい目に遭う、これはね合います、合うけどそこはケアせず、うん、もう無理。まあそうですね、ライフも詰まってるし、うん、まあ、ある程度都合がよくいかないと、はい。ちなみにねここタコ計算してるかはちょっとわからないですけども、まああってもなくても結局これはやる行動かなと思います。はい、とりあえず捨てて守った。トラッカーどうするか。いやこれねマルシオさん、はい、プランかなり変わりましたよ、はい。これね中隊構えなんで、中隊を見届けてから置いてある深海域をプレイして、5点ドドーン打つことも可能、はい。むしろ霊魂がめくれることにかけるマルシオさんだと思うんですけど、
まあ、デッキ2枚しか入っていなくて今1枚ね手札あるから、はい、まあほとんどめくれないだろうと、うん、お何かメインでいく？お、エムラクールが出る。はいはい、1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、なるほど。ミマナランドとインスタントクリーチャーソーサリー土地で9マナでプレイできると。 M ちゃんです。これはね、首締めくん大暴れ自分の首を締めてますけど、自分の首を締め始める。いや、タコは現実コストで7マナなので今は、マルシオさんプレイできません。先ほど複数追跡者が墓地に行ってしまったので、はい、でコジレックの機械、あ、一応コジレックの機械誘発させたんですね。なるほどなるほど。なんで首締めで手札全捨てはできないと。あ、まあ、手堅いですね。なんか首締めで手札捨てるっていうのは結構理想的なんですけど、まあ、ライフがね、そう、ここでチューター構えてるのは間違いないんで、これでとんでもなくめくれてしまうと、まあ、負けてしまう可能性ありますから、はい、まさにね、まあ、そうですね、ハンサマドシめくれましたね、めくれてたんで、はい、ここでちょっと欲張ってね、期間プレイしてないと、うん、場だけで負けてる可能性ありました。さすがオリバーさん、はい、オリバーさんうまいね。さすがに構築マスターなだけあってすごいプレイが手堅くて、うん、彼は、うん、このプロツアーね、去年1年間で一番構築部門で勝ち点を稼いだプレイヤー、うん、いや、うまい、うまいね、マルシオ君、うん、違う、マルシオ君じゃない、オリバー君。マルシオさんはね、ドラフトマスターですからね。ドラフトマスター、ドラフトマスターでもうまいけど、うん、まあオリバー君はすごいうまい、さすが構築マスター、うん、構築マスター、うん、はい、これで、はい、さあ、あまりやれることはない。まあ、霊魂は咲くる霊魂は咲くるよね。そうですね、うん、でもタコはね、出したところで困るっていうね、自分が、うん、自分が困りますね、はい、うん、まあ、霊魂さくりぐらいですか、やることは。なんかせっかくネイムラ出したのに、うん、こんだけしかできないのっていう気持ちなんですが、そうですね。いや、結構ね、バントカンパニーにネイムラ出してもね、案外大変なこと起きないんですよね。やっぱりクリーチャーがそこそこ戦場に残ってくれないと、うんうんうん、コンバットでね、そうそう、間違えてアタックっていう、そう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 、まあ、不名誉な戦士をね、そう、不名誉な戦士遂げないんですよ、うん、そう、でこれね、追い出る進化系に残しちゃった残しちゃったで、こっちのアップキープに唱えられちゃって、結構それはそれで面倒くさいなっていう、うんうんうん、まあ、でもこのスピリットをね、まあ、すぐ使っちゃえればまだ、うんうんうん、まあ、とりあえずこれは確定ですね、これは確定、うん、で、ゴーですかね、はい、はい、で、マルシオさんのターン、はい、まあ、あんまりプレイミスしなかったですね、まあ、クリックミスぐらいですね、はい、うん、はい、これでマルシオさんのターンになりました。ただこれでね、改めてタコが登場するからどうしようっていう話、どうしようかな、そうですね、一応だってプレイヤーに4点入れれば、はい、4で、これアップギブタコで土地を縛るとタコを出さざるを得なくなって、で、そうなると次のターンに大元社が6マナ目を置けるので、4号と5、6で殴ってこられて、でもジェンスで一応マイナス2修正ができるので、はい、見た目は耐えれてそうですね、見た目は耐え、耐えてそう、バン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 、はい、さすがオリバー君、ここでも緑マナーを手札に、残しているので、なるほど、ここでタコキャストしながら、あれ、いや、しないですね、ここはドルイドを出す、ドルイド出しそうですね、ドルイド出しそう、ドルイド出して、ドルイ、はい、あ、タコは行かなかったってことですか、うんうん、ドルイド、ジェイスプラスで、まあそっちですね、どうせタコをブロックするんで、このターンは、はい、タコじゃない方のパワーを下げておいてダメージを抑える、
あ、タコ手にないんすか。え、そんなことある。あ、持ってないですね。あ、エメラクールしかなかったんですね。なんかじゃ勘違い、勘違いして、なんかずっとタコ持ってると思ったんですけど、持ってない、持ってない。なるほどなるほど。表記ミスだったのかな。表記ミスだったんですかね。じゃあ、はいはい、もしかしたらエブラだったんですかね、もともと持ってたのは。いやね、タコあったらなんかそのエブラアゲインの時に、うん、あのもう一回ね、あの戦闘でぐちゃぐちゃにできるかなと思ったんですけど、うん、なんか表示されてたような気も、はい、したんですが、まあまあ気を取り直して、はい、となると、まあ、これは耐えではあるが、はい、かなり足らなそう、見た目。何かしないと、うん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 、ちょっとね、2は心もとない。一応だってマルシオさんはもうクリーチャー持ってるのも全部出して、はいはい、どうするどうする。うん、発生の器、器もう一回コジレックリターンをめくりに行く。めくれると、めくれるとエムラクールで盤面一掃できますね。5点打ってから5-6はエムラクールに正面ショットするんで、つまり引けるかどうかが勝負ってことですか。そうですね、はいはい、1、2、3、4、4、まあ石からでも一応耐えますね。石からでも耐えますね。ああ、そうか、はい、石からはトークンが3つ出てくるので、はい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 、でまあ5-6はそれであり、5-6のパワーを下げれば一応3-5で5-6を止めれるようになって、まあ他の脇をまあトークンで止めて、次エムラーはまああり得る。改めまして、改めましてエムラーですよろしくお願いします。はい、ミシュラランド言いますけど、一応トークンは3体出るんで、はい、だつまり、戦場のね、3体と、ミシュランで合計4体のクリーチャーはブロックできると。うん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 、しかも行くと、石かなでね1体は打ち取れるのかな。そうですね、うん、逆に言うとオリバーさん石かなしかない。そうですね、多分もうこれは石かな取るしかなさそうです。さあ構築マスタープレイングが、うーん、これ一応ねジェイスはまだねマイナス能力ありますからね、うんうんうん、過去との取り組みも落ちているのかな、うんうん、落ちてますね、落ちてますね、はい、今落ちましたね、はい、なんでいや全然まだありますね。エムラクール連打も見えるということですね、つまりエムラクールで正面ショットさせた後にもう一回エムラクール出して、このターンマイナスしますかね。いや、このターンは僕は個人的には石かなとプラスかなと思ったんですけど、はい、これは過去との取り組みプレイしますか。はい、ワン、ツー、スリー、はい、またもう石かなが落ちましたけど、さあ何を取るのかなと。うん、結構選択肢ある、はい、エムラか石かな、エムラ、石かな、はい、サス M？ 難しいな。なんかここのここでプレイしたくなかったな僕は。なんか次の相手の1ターンを見てから選びたかったんで。はい、なるほど。例えば石からがなんかいなくなるような盤面になるんだったら石から取りたいし、石からが場に定着するんだったらエムラクールもらってエムラクール2枚使うっていうプランもありえたかなと思うんで。なんか1ターンこの取り組みは待ちたかったなと思いましたけどね僕は、うん、個人的にはね。
ただ一応めくったら、まあ、新しい選択肢が先に見えるし、まあ、プラも出るから、あと2マナを先に使えるっていうのもある、まあまあ、そうですね、うん、だからその天秤ってことですよね、うんうんうん、だからどっちが良いか。はい、まあ、とりあえず石かなと。ここまではね、まあ、分かったことです、うんうんうん、で終わりですね。はい、アンタップ、ドロー。お、これはリフレクターメージは足りない、足りないですね。いい、結局そうですね、ハーサマルシュプレイするとマナが足りない。そうですね、ミシュラランド起動できなくなってアタッカーが減るので変わらないです、うん、しかしかなりいいドロー。まあいいドロー、いいドロー。そうするとね、ムラクールプレイしてもハンサマ同士手札にあったら、まあまた改めまして、改めましてムラクールです、うん、自己紹介が長いですね、はあ、また出てこなきゃいけなくなっちゃうんで。ただその出たり入ったりすると今度は石かながいるからね、うんうんうん、ちょっとずつこれどうするのかな、まあ、これはもうミシュラとフルパンいきそうですけどね。そうするとそのトークンを破壊しに、みんないなくなるはず。 2-2 を減らして相手の、白ボミの長保がいなくなって、こっちの 1-2 トークンが3体消える盤面になるはずですね。今市川さん、なんだかオリバーティウさん側からの視点でゲームを見てますね。あー、そうですか、はい、いや、なんかもう劣勢なんで、うん、応援してるそうそうそう、だって劣勢の方がプレイ分かりやすいというか、うんうん、こうしなきゃいけないよねみたいな。確かに、あ、これは、はい、みんな行きます。あ、これでもまあそうですね、うん、3体いなくならなきゃいけないんで、これだとね、あの次あのもう1体増えてるんですよね、クリーチャー。うん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 、いや、これはもうあれですね、墓地になんかあれあります、削れるカードあります、あのライブラリーを。なさそうですよね。これ日光道取れないんですかね、このターン。エムラと石かな同時、はい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 、それが一番確かに美味しいプレイですよね。それできたらかなり楽で、多分土地置きながらエムラ石かな で、 あ、でも石かなはあれですね、うん、あの反射マウスされてるんで、ダメだからエムラしかないのかな。エムラしかないんですけど、まあ、墓地削れるカードもない。墓地削れるカードあると、いや、山札削れるカードがあると、それを削ってからエムラクールで、まあ、少しは個人攻撃がめくれるかもしれなかったんですけど、まあ見た目はなさそうですよね。なさそう、うんうん、石かな石かなエムラクールという反応になってしまったので、つまり反射魔導シーズグッドカード。いや、まああれはバグ、バグベストスタンダードカードあ、横断があるんですね。なるほど、横断からタコでも、まあ耐えてますね、耐えてます。一応タコ自体がブロッカーになるんで、相手のアタッカー4体寝かして、ミシュラランドが殴ってきても大丈夫なので、タコなら耐えてます。なるほど、はい、オーダーをプレイ。タコ以外ないですよね。タコ以外は耐えれそうなカードはないです。まあタコですね、はいはい、今度こそ幻覚ではないタコ。これは M タコ、はい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 、エムラクールを出して、はい、原始のドルイドもこのターン出して、でエムラクールまず正面ショートさせてから、エムラクールを生贄に捧げてタコですね、このターン。エムタコですね、はい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 、エムタコからの石かな、置いたる深海機ですね、置いたる深海機、はい、1,2,3 タコ、タコ厄介話になってきたぞ。でもタコはタコにすればいいんで、そう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 、タコはタコにすればいいので、タコは取れない、タコは取りたくない、うん、うーん、ゲームぐちゃぐちゃになってきたので、うんうん、いや面白いね、こう土俵際でオリバーさんが今ギリギリ耐えてる、ギリギリ耐えてるだから、うん、
もしかしたらまくるかもしれない、はい、オリバーさんももしかしたらまくるかもしれないと言った顔、うん、難しいね、うんうん、この反射戻しかなりいいタイミングで引いてるんで、そうですね、マルシオさんが押し切ったかなと思ったんですけれども、うんうん、ここでね、こう深海機をエムラをサクってプレイするっていうところまでね、ちゃんと考えてプレイするのがすごい面白いなと、うん、めちゃくちゃ悩んでますね、はい、いや、シングルエリミネーションは時間無制限だったはずですね。まあ、一応その適切なプレイスピード以上でプレイする、まあ、プレイが遅かったりすると、ジャッジからまあ警告なり、ね、注意が与えられるとは思うんですけれども、基本的にはまあ無制限、うん、まあ、これだけ難しいゲームを、ね、ちょっと残り時間気にしながら正しくするっていうのはちょっと難しいものがありますからね。めっちゃ難しいですね。対戦相手に次のターンをコントロールされるっていうのも想定してハンド決めなきゃいけないので、何を、ああドルイド、ね、ドルイド、いつでも嬉しい森の代言者、はい、はい、平成のタルモゴイフです。平成のタルモゴイフ僕このカード大好きですね。大好き、はい、とりあえずこの進化する未開地はまあ差が見つかりませんでしたって言われそうですね、はい、つまり今のドローはまあ引いてないのと同じ、引いてないのと同じ。これボード的にはタコ、はい、タコを倒すのか超歩兵を倒すのかどっちでしょうね。一応長歩兵はマナが余ってると起動されてしまう、まあね、続いちゃうので、しかもね結構マナ伸びてるから使い道にはなる、はい、あ、それまでは確定、それまでは確定、はい、なん、まあ、絶対やることからやっていく、はい、はい、うん、間違いない、はい、MTG プレイヤーの鏡、うん、まあ、これは絶対にやると、うん、まあ、忘れないうちにね、忘れないうちにやっとく。他の思考を、ね、入れすぎるとね、最初に考えたことやらなかったりとかするんで、うん、とりあえずやることはやる、はい、うん、いいね、はい、お、長歩兵から行くか、お、この中で誰が一番嫌か、うん、まあ、結局もうライフ2なんでパワー2のクリーチャーも致死ダメージなのは間違いないと。でかつ、原初のドルイドで、止まるクリーチャー兄さんが1体いるので、まあ、別に、そのパワー2を残す場面に残すことに意味もそんなにないと、複数体であれば白ボビの長歩兵をイムラクルに、まあ、クラッシュさせた方がいいだろうということになるんですかね、判断としては、はい、能力を起動してめくりましたね。ちなみにね、ダメージランド1回使いましたよ、はい、クリーチャーあるけど間違えてそう、うん、選べない、選べないんですね。加えても良いなんでね、はい、これ一応ね、ライブラリーの下6枚のカードを知っているという状況を作った、うんうんうん、で、長歩兵を、はい、あ、そうですね、長歩兵をパックン除去しました。マルシオさんも緊張されてるんですかね、ちょっとプレイミスが激しいですね。はい、プレイミッション激しいというのはね、ちょっと勘違いしないようにしてほしいんですけれどもなんかさっきからオリバーさんが操ってるため、うん、なんか意味なくダメージラウンドを食らったりとかね、うん、最悪のプレイですけど、最悪のプレイ大丈夫かな、マルシオさん、ちょっと疲れてるのかな、うん、これはね、はい、これでアップキープに、エムラクールですね。エムラを生贄に捧げて現実で、はい、1、2、3、4と、はい、一応クリーチャー化はしそう、うんうん、うん、対応してクリーチャー化すると呪言を得るので、しかもね、呪言を得て手札に、
ドルイドいるので結構大きいですよ。77ぐらいまでなる、そうですね。大元帥いるから77まで行きます。なんでまあ原初のドルイドは、まあ、マストブロックですね、はい、56でも打ち取れない。このミシュランが77ジュゴン、はい、アップキープにタップされました、はい、今55ジュゴン、はい、ドロー、2マーナドルイド、はい、でアタック、あ、そうですね、ドルイドでブロック。相手の戦闘開始にやらない意味は単純に、まあ、絶対にこの行動をやるんでアップキープにやっておいた方が相手がドローを見てないんで、まあ、選択肢が減るってことですね、対戦相手の、はい、そう。もしここで例えば集合した中隊とかを引いた場合、ここあミシュランドを起動するよりも集合した中隊にマナを注いだ方がいいだろうという判断になるかもしれないので、このタイミングだと、まあ、絶対に森の大元帥をプレイしてミシュランドを起動して殴るっていう選択肢を取ったがベターだったので、まあ、アップキープにやった方がいいだろうという、はい、つまり正しい、正しいです。オリバーさんは常に正しい、うんうん、うまい、すごいうまいですね、やっぱり見てて。これで一応耐えた風ですけど、はい、結局求められるクオリティはゴジレックの機関です、はい、相手の盤面もね相当広がっていて、アタッカー5体いて誰一人として通せない。まあ、ジェイスのプラスで反射魔導士の修正値は下げ、パワー修正下げれるんですけど、結局4体通せないんでどういう風になっていくのかなと。一応一種かな、これで出して、石から2体目出しますかね、広がらせる、一応追消滅しちゃうんですけど、いやこのターンはしないんじゃない。まあ別にあでもタコがあるから、タコ分ケアすると4体、5体、5体、いや検討してますね、検討してます、うん、それにプラスのは間違いない、それにプラスのは間違いないはずなんですよ。だから多項分ケアしてもう一体いくのか、はい、いきそうですね、これいきそうですね、いきそう、うんうん、あまあその相手のアタックに対して損するブロックもしたくないんで、まあ 1,2 クリーチャー 多ければ大きいほど、まあ相打ち相打ちっていう効果が取りやすくなるはずですね、うん、はい、はい、うん、みんなでね集団ブロックして、うんうんうん、ドルイドを打ち取ったりとかね、そうそうそう、そういうことが起こるので、まあトークンは出した、出しておこうと。はい、これでねオリバーさん手札使い切りました、これで使い切りました、うん、ここでね黒マナったらね雲がねドレインして面白いんですけ ど、まあそんなねあのデッキに黒マナ入れる余裕はなこのデッキないので、うんうん、まあ、そういうことは起こりません、はい、つまり石の宣告をトップレックすると勝ち、大変なことになる、はい、ドルイド、はい、森の大元帥、一応トラッカーでまださらにカード引けますけど、そうですね、こういうロングゲームになった時にねマルシオさんがやっぱバントカンパニーって結構リソースを取るカードが多いんで、うんうんうん、意外と勝ってしまうんですよね、まあ、それがやっぱりバントカンパニー強いところ、うん、はい、そうですね、伐採地の滝はもうすっごいサイズになりますね、滝、はい、今77で大元帥出すと99ジュゴン、僕の考えた最強のミシュラランドですね、これは。あとトランプルがあったらよかったな、うん、はい、ちょっと強すぎるね、強すぎる、はい、はい、トラッカー、はい、うん、で、すぐ引きますね、まず引きますね、一応ねトップレックすれば勝てるカードあるので引き毒ランドですね、まだまだまだゲームは続きますね、一応ドローも続いちゃう、オリバー君怖いっすね、はい、対戦相手のこのマルシオさんの、まあ手札ゼロなんでね、うん、で結構もうマルシオさんは多分考えてるのも負け目はほとんどあれだけですね、あのコジレックの機関をめくってからの現実クリーチャーしかないんで、ここでエムラトップすれば、うん、オリバー君勝ち、いや勝つかな、いやこのダメージ振り分けを間違えまくるっていう、まあまあそうですね、確かに複数ブロックして 1,2 に10点とか意味不明なブロックアタックブロックになると、うん、どれぐらい減らせるかですね、ちょっと計算してみないことには、まあでも確かにエムラクル引いたらすごいことになりますね、
まあ置いてある深海機を置いてある深海機と 1,2 トークでブロックして 1,2 トークだけが死ぬみたいな、そう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 、よくわかんない交換が行われる、はい、何引いた、おお、つまりエムラ、つまりエムラ、エムラクールと書いてある、このウルメマルドーナはエムラクールと書いてあります、はい、はい、で間違えた後、あ、ちょっとこのマルチオさん、いやー引かれたわ、おい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 、オリバーさんもちょっと顔、笑顔が戻ってきました。いや、これはいいですね、いいですね、うん、いや、これね、でも3枚入ってるこの構築がいいですね、やはり、うん、もう2枚消費してたんで、普通の構築だったら横断がエムラクルにならないはずなんですよね、だからこれはいい、うん、オリバーさんのデッキ構築が良かったと言おう、これは約束された週末をね、マルシオさん表情豊かでこうカメラ映えしますね、すごい。さあ親戚のお兄ちゃん負けちゃうか、負けそう、うん、ちょっと遊んであげるかみたいなところが、あれもしかして俺負けるのみたいな、盤面大変なことになりますよこれ、うん、さて、まあ、こっからどうやってしっかり間違えるかっていうのもね、見ものですよね。まあでもこれ、まあ、見た目は、はい、エムラーの2パンをもう止められないような状況になるので、うんうんうん、実質こうこうで、4号をまあそうですね、3号と122体でいって、で、パワーの下がっている反射魔導士をあれするか、それでも十分いいですね、うん、まあ、これ今最適をどういうプラ、それでも十分いい、はい、あ、そうか、一応ね、間違えてジェイスに殴りに行くっていうこともできる、はい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 すごい、なんか何でもできる、さあ、いかに美しく間違えるか、いかに美しく間違えるかはい、まあ、これだと一応4体減りますね、4体減る、あ、はい、パン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 と、まあでもジェイスに殴る意味ないか、いや、ジェイス意味ないですね、次のターンアンタップ、そうそう、これで、はい、4号を、まあ、パワー1級で5体、はいはいはい、4体、はい、うん、はい、戦場、そうすると、すごい損な交換が4回ぐらい行われますね、でダメージランドでダメージランド2点、ダメージランドで2点いいですね、はい、これはオリバーさんまくりましたかね、この状況はさすがに、さすがに、おー、でもまた、あ、でも関係ないか、さすがに無理か、もう間に合わないはず、もうこの物量さ、いや、こういう時ね、あと2点どっかで削れんかったかなとね、そうイメージするんですよね、うん、1ターン目ぐらいからね、マルシオさんドローは良かったんですけどね、そうですね、なんかあと1手、あと1手でしたね、本当に、はい、M ちゃん、はい、で、自責者出して終わりと、はい、これはもう場だけですから、1,2,3,4,5,6,7,8,9 の、あ、9の14点ですか、まだ足りない、まだ足りないですね、一応墓地にウルメワルドオーダーがあるので、プレイして対戦相手クリーチャー4体寝かしたら何点入るか今計算していたはずです、はい、一応ね、この取り組みまた引いたんで、はい、まずめくります、え、取り組みまた、いや、これはオーバーキル、これはオーバーキル、ワン、ツー、スリー、はい、畳みました、はい、はい、これはもう無理やと、タコ
ありましたからね、はい、タコとの取り組みということで、うん、えあれあれタコとの取り組み、はい、うん、いやまくりましたね、かなりいいゲームでしたよね、うんうんうん、うん、ライフ2でもうあと1体でも通ったら負けというターンから、うん、最後、まあ、トップデック、うん、ウルベンワルドの横断からのエムラクール、うん、エムラクール3枚目だ、デッキに3枚、エムラクール入れてないとね、あそこで、うんうんうん、ライブラリーから探すことができなかったので、そうこのターボエムラ、エムラいっぱい入ってるおかげで、うん、はい、構築力の部分出たなと、うん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 、いやいいゲームでしたねこれは、うんうんうん、うん、映ってますよ。いやいや、いいゲームだったなと思っていやじゃあちょっとサイドボードの話しましょう。はい、サイドボードの話、はいはい、じゃあちょっと英語版また映してもらっていいですか。はい、はい、今ね、あ、マルシオさんがインタビュー受けてるところなんですけれども、はい、まだエムラクールに操られていない時のマルシオさんです。はい、それがサイド、はい、サイドボード、うまく散ってますけれど、まあ、少なくともカウンターは入りそう、はい、下の突撃却下、否認、石の激突、あと石の宣告もね全然サイドインしうるかなと思います、はい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 、あと不屈の追跡者もね全然追加、はい、追加でリソース勝負になりうるんで入れるかなと思いますね、うん、でもまあそんなものかな、まあ、同盟者ギデオンを入れるか入れないかですね、うん、はい、オリバー Q さん、痛み入れないかな、時間稼がれちゃうし、石かなとかで。オリバー Q くん、はい、オリバーさん、オリバーさんは、フシークレーギのドライアド、あ、これはね、非常にいいブロッカーなんで、まあはい、あと、まあ、石かな、追加、追加もありえるで、うん、まあ、相手のサイドボードも考えると、まあ、払拭も入れてもいいかなという気もします、うん、まあ、確かにカウンターとあとはカンパニーを ね打ち消せるっていうのが、はい、うん、その辺は、まあ、オリバーさんがどう考えてゲームプランを取るのかですかね、うん、まあでも入れそうかなと、入れそう、まあ、入れそう、うん、はい、また、ゲームこれから3本目始まるところなんですけども、はい、一応ね今お互いにデックリストを、確認中、はい、さっきね市川さんこのデックリストについてねちょっと面白い話してくれたんですけれどもちょっと聞いてもいいですか。その話します、やめときますか。ちょっとやめとき、ちょっと、あ、じゃあやめときましょう、はい、やめときましょう、はい、気になる方は直接聞いてあげて直接聞いてもらえればね、うん、そうかなりね、うん、もう戦術じゃない戦術ではない戦術ではない話、うん、はい、これは放送外でね、放送外で、はいはい、公式外で話しますそれいやでも僕は話を聞いててなるほどなと思ったので、なるほどなって思った、うん、あ、確かそしてそこからねもう少しそれ広げられるんじゃないかなともちょっと聞いてて思いましたね、はい、うん、いやまあ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 、はい、まあちょっとこれ真似する人が出てくるとね、確かにあの、いや、あの、全員が不幸になるそう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 、よくないんではい、はい、やめておきましょうこれは、はい、やめておきましょう、まあ、みんな清く正しくマジックをねプレイしようという、はい、みんな綺麗にデックリスト書いてください。デックリストは綺麗に書いてほしいってことです、僕が言いたいのはね、うんうん、僕が言いたいのは、うん、まあ、皆さん察してください。騙すわけではない騙してはない騙してはない、うん、いやこのねデックリストをね、まあ皆さん多分事前に、登録してるんですよね、ネットを通じてなんですけど、まあそのまあ、森島山って書いたら、まあ、森島山ってこう表示されるんですけど、森原初のドロイドジェイス島石かなニッサみたいなその順番をバラバラに書いたとしてもデッキリストそのまま登録されて、かつそのままプリントアウトされて対戦相手に渡されるんですね。こういう世界選手権とかグランプリのトップ8の時とかデッキリスト公開なので、はい、なんでこう綺麗に書けば書くほど相手に情報はこう伝達しやすくて、かつ汚く順番をバラバラに書けば書くほど相手に見づらいっていうそうということが起きま、いや俺はやらないですよ、僕はやらないですけど、
置きますよねっていう話をしてたんですよね。はい、はい、なんで、まあ、書き方はね、そう、ルールで統一してほしいね。はい、うん、話しちゃいましたね。話しちゃいました。だってみんな、いや、スカジさんのせいでしょ、これ。いや、俺は言おうとしなかったから。シークレットって。そうや、そうそう、うん。いや、言語は、まあ、そのトーナメントにおいて、まあ、大体英語は確定で、英語と、まあ、その土地柄の言語は大体大丈夫なはずですよね。はい。はい、なんで、まあ、英語と日本語バラバラで、かつ順番もバラバラみたいな、うん、こうシークレットテックみたいな一枚差しはラントとラントの間に入れるみたいなまあそういうゴミみたいな話をねさっき休憩時間にやってたんですけど、まあそう相当はねぜひ公式で、はいはい、やっていただけたらと、はい、そういう話をちょっとさっきしてますね、はいはい。ただね、最近ね、結構デジタルでリクエスト提出っていうのが多いので、うん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 、このね、世界選手権も、ウェブ上でデッキ登録してサブミットして、ね、なんか送信みたいなスタイルだったらしいので、そういうこともそうそう、手書きとかはね、うん、まさにそれがよく発生するんですよね、うん、トップ8デッキリスト、これ対戦相手のだよって言われて、もう G 汚ねえし順番もバラバラだしよくわからんみたいな、ちなみに僕その話を聞いてて思ったのが、カード名ね全部違う色のペンで書いたりするとそうそうそう、目がチカチカしてもっとわからないんじゃないかみたいな話を思いついたりね、ちょっと広がるんじゃないかなと思ったんですけど、 それはね誰も幸せにならない、ならないそうなんで皆さんちゃんと綺麗にねデッキリストは書いてください、はいはい、手書きでもデジタルでもちゃんと相当してね、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということでゲームがそろそろ始まります。何の話やと、うん、はい面白い、森を赤でか赤字で描くとかね、そうそう島を緑色で描くとかね、はい、ということで、はい、これでね、はい、左手の、はい、1-1 でサイドボードやっぱり払拭入っていますね、うんうんうん、カルバリオさんが先行、はい、ただこの払拭かなり強そうですけどね、強い、うん、あでもこれお最初に、クロック出してそこから、呪文を構えるっていう スタイルのマルシオさん、はい、ここはウルベンワールド、あ、ピューさんもいいハンドですね、はい、これでうっかりねマルシオさんがクロック展開してしまってタフネス2以下だったりすると、次のターンコジルクの機関で一気に流されてしまうんで、はい、ナチュラル、はい、しかもちゃんと赤マナが手札にある、うんうんうん、はい、改めて島をプレイ、改めまして、はいはい、確かにそうですね、1ターン目アイにね、ウルメワールドオーダープレイしないでね、まあ、しっかりそのオオカミウッドが出てからカードをプレイする、はい、しかしここでマルシオさんはちゃっかり、2-2クリーチャーを 3-3 にしましたよ、しかもハンドには呪文トライとカウンター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 、これは強い、サイドゴーはねやっぱりクロックパーミッション色が、うん、バントカンパニーは強くなりますから、うまい、うまいんですよね、うまいですね、頭抱えちゃいますよね、もう分かっててやんなきゃいけない、嫌なんですよね、バントカンパニーゴーって言ってくるのもう絶対何かなんで、これはちょっとうんざり、うんざり顔のオリバーさん、ゴーと言われたらゴーと言い返す、いやもう向きになってね、向きになって、まあ、いいか、そうすると出すか出さないかなんですよね、マルシオさんが、うん、でもティブさん土地ないな、土地なさそう、うん、なさそう、これもう土地なさそう、土地ないんでやっぱりその巡礼者の目を出したかったな、出したかったけど、でも呪文トライされちゃうともう負けちゃうしみたいなところで、まあ、ここは我慢のターンだろうと、このマルシオさんの選択も難しい、一応そのクロックは出ているんですよね、あ、土地あるか、森は1枚 あります、よかった、クロックが出ているんで、お出しました、はい、クロックが出ているんでここで展開するか悩んだと思うんですけど、ただね、意思の激突も、手札にあるんで、まあ、別にいいかと、うん、クロックを出すことを優先しようかなというところで出しました、はい、土地引けない、はい、次マルシオさんが土地引けない、はい、でもね、まあ
まあ、5点クロック、うん、5点クロック。いやこれまあ森の大現象出してもいいですね。1マナで出して、あーそっか、 X1 は構えられるんですね。 X1 は構えられる、はい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 、はい、これはプレイしました。これは強い、はい、強いね。はい、コジュレックの帰還は、はい、全く効かない、効かないね。これでライフ13で相手の場面にクロックが3体、カウンター構えられている状態と、まあ、かなりマルシトさん盤石な気がします。さすがタルモゴイフ、さすが平成のタルモゴイフ。これ悩ましい、オリバーさんも考えてます。これ唱えちゃうんじゃないですか。唱えました。あ、はい、ですよね、墓地に置いとくことが意味が、うん、結局お神ドロー置いてある深海機、ね、何か M 味のカードだと思うんですけれど、はい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 、多分タコ、はい、通しに行く、はい、巡礼者の目をプレイして X1 ありますよ。ただ消せない、消せないで、これはね結構あの呪文トライをね出すか出さないかで明暗を分けそうですね。結構意思の激突があったんで、まあ出してもいいかなとクロックを優先したんですが、現状それは裏目に出ていますね。でも一応マルシオさんは、はい、バウンス2、3がなるほど、クリーチャーを手札に戻せるので呪文トライを持っている、いやあの何でしたっけ、反射魔導士か、反射ですね、反射魔導士で戻しました。これで7点。これは再度出てこれないので減出できないとなると、これは積んでいるか、ジェイスタン、ジェイスタンじゃ無理そう。ジェイスだと1体止めて6、チャンプして6点入りますからね。まあ積んでいそうですね。積んでる。ジジ？はい。あの見慣れない8マナはジワレヒソミ。はい。サイドボードからかな。青緑のカラミクサの闇ヒソミか。青緑のエマージェですよね。はい、多分これだと思います。はい。青緑5。素の唱えと8マナで唱えた時に土地でないパーマネントをライブラリの一番上に置くと、うん、これ反射魔導士持ってたからこのプランの方が正解だった、はい、だったかな多分、うん、だからマルシオさん非常に冷静だった、はい、ですね。うまい、タイトもうまい、ね。まあ、さっきのロングゲームとは一転して、うん、やっぱ左手のね、マルシオさん先行だったっていうのもかなりありますね、うんうんうん、もしねあの先手後手逆転してたらコジレックの機関が2マナ22にねぶっ刺さりだっつって、反射魔導士の画像さっきのいいですか、あの、あ、英語版、英語版お願いします。はい、これね悪夢用高き反射魔導士くん、こいつはね良くない良くない、まあ、僕はこのカードは2016年バッドデザイン賞を受賞したかなと、うん、僕は勝手に思っていますけど、環境のバグ、環境のバグですやっぱりね、こいついるとなんか出して何もしないクリーチャー出したくないんだよね。もうなんかこう新しいデッキがね作りづらい。あ、2015年私はドローコマだと思ってます。ドローコマ。バットデザイン賞受賞したと私は。まあ市川セレクションなんで、まあはい、個人差あると思いますけど、なかなかね。こいつは良くないよね。そう、いやバッドデザイン賞のね受賞対象はその可能性のあるデッキが潰れるっていうのがね、はい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 、それがバッドデザインなんですよね。だからこう反射魔導士も大きくて何も場にいた時に何もしないクリーチャー出したくなくなるし、うん、ドロコマもあのエンチャント使いたくなくなるっていうのがね、はいはいはい、良くないんですよね。
そう、うん、反射魔導士のおかげでね、この中隊もね、そうかなり中隊はね、いやそんなに悪いやつじゃない、はい、こいつ自体はよく、まあ、みんなが言うほど悪いやつじゃない、まあうん、けど反射魔導士くんが出てきちゃうからいけない、はいはいはい、そう、そう悪い友達がいるんですよね、悪い友達、うん、そう、こいつ自体はそんなに悪くないですよ、普通にクリーチャーがポンポンって出るぐらいだったら、まあそんなに悪いやつないんですけど、そう、だからやはり良くない、良くないこともあるってことですよね、うん、悪い、悪友に囲まれてしまったね、うん、うん、そう、なるほど、そう、確かにね、うん、これもともとダブルシンボルだったって書いてある、書いてあってましたね、前は、ほう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 、これには書いてないのかな、前はなんかダブシンで、あ、そうだったんですね、そう、ダブシンだったんだけど使いづらいからシングルシンボルにしたよ、ははみたいなのが書いてあって、ふざけんなよって思いましたけど、あ、なんかやっぱ開発中にいろいろなバージョン試してたよみたいな話が書いてありますけれども、まあ一番強くなっちゃいましたね、多分4マナ、4マナの中で一番シングルシンボルだし、インスタントだし、多分絶対ソーサリー版とかもダブルシンボル版も試したと思うんですけど、うん、まあその中でシングルでインスタントになってしまったと、そう、まあまあまあ、いやまさかこんなにね使われるようになるとはね、タルキール龍騎の時はまあそんなにめちゃくちゃ使われてたわけでもないし、うん、モダンでも別にすごい使われてたわけではなかったんで、まあまさかこんなモダン級だったりスタンダードをこう一世風靡するようなカードになるとは、まあその当時は思わなかったなと、うんうん、ね、全ては反射魔導士のおかげ、全ては反射魔導士のせいですね、本当にそこで、うん、中隊は飛行に走ったと、そう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 、やっぱり、まあ、友達は選ぼうねっていう、まあ、話ですね、うん、この話から得られる教訓としては、はい、はい、何の話ということで、はい、中隊はモダンでももうバチバチ使われてて、まあ一つデッキがありますね、うん、一つどころじゃないかも、この間、うん、普段いつもはアブザンカラーの中隊デッキが、まあ、ポピュラーなんですけど、ちなみに安岡さんがこの週末モダンでね、うん、中隊使ってましたよね、うんうん、そう、アブザンカンパニーという、はい、永遠の商人が一緒に出てきて、いや、あれも悪いやつですよ、中隊をバイバックみたいなね、そう、あいつも悪いやつですよ、本当に、はい、もう中隊くんが何回ね、だ不良仲間、そう、不良仲間はい、あいつも悪いやつ、まあ、座り方が不良ですよね、不良、まあ、ヤンキーみたいな座り方しますからね、まあ、イラストを、そうそう、イラストを想像していただければ、永遠の商人のイラストを見てもらえば分かると思いますけど、そう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 、モダンはね、いろんなデッキ、カラーリングのカンパニーデッキがいて、うん、ナヤカンパニーもいるし、うん、アムザンもいるし、まあ、この間バントカンパニーもね、グランプリ講師でトップページに入っていましたから、はいはい、まあ、本当にさまざまな使われ方をしていますね、うんうん、まあ、デッキ構築意欲はそそられますね、カンパニーというカードは、うん、なんかモダンぐらいカードプール広いとね、やっぱデッキのね60枚のうちに何枚あの3マナ以下のクリーチャー入れるかだったりね、うん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 、あとはね、あのモダン環境だとフェッチランドがあるんで、そのデッキの枚数がね、あのゲームの進み具合でね圧縮されてって、うんうんうん、そのヒット率が上がったりとか、確かに確かに、うん、スルタイはないね、うんうん、スルタイは見かけない、じゃあぜひ皆さん作ってください、スルタイカンパニー、ルータイカンパニー、ね、まあ、強かったらこっそり僕に教えてください、はい、はい、まあ、僕が作った体で発表します、うん、はい、確かにスルタイカラーだと青がねちょっとね、はい、うん、青、まあなんかやっぱり悪友が欲しいんですよね、悪友、まあスルタイだと一応エターナル、あの永遠の商人と使えるんで、はい、まあ、悪友一人はいるんで、あとジェイス、ジェイスも悪いやつ、悪いやつ、ね、あいつも悪いやつなんで、あいつは悪いやつ、うん、確かに結構いますね、うん、はい、これで、1,2,3,4,5,6,7枚、はい、マルシオさんはなんだかコントロールデッキみたいな手札になってますけれど、まあ、やこれはこれでありこれはこれでありですね、はい、うん、いや、まあ、ああいうハンドになるようにサイドボーディングしてるはずなんで、ふむふむ、うん、まあ、全然許容だと思いますよ、おうおうおう、ソーリーまだだよ、うん、はい、発生の器からスタートと、いいね、うん、先手の発生の器はね返しに絶対狼男出ないんで安心で起動できますね、はい、そしてエンチャントを墓地に送っておきたいっていうのもあるので、うんうんうん、紅葉しとくとね、いろいろ
はい、ワン、お、綺麗に2マナクリーチャー引いてましたね。アドボケイトから、マルシオさんはね、マナベースがちょっと特徴的で、はい、ミドシロのバトルランド入ってないんですよね。その分要塞化した村ミドシロの、ソイランドが3枚入っていて、まあ、今それが見事にね、いい方向に進んでますね。これバトルランドだとタップインしてしまうんで、だからちょっとタイムラグが起こる。そうそうそう、そうすると手札にある青ミドのバトルランドプレイしなきゃいけなくなって、まあ、次のターンのね、呪文トライがプレイできなかったりとか、はいはい、まあ、そういう風にちょっとどっかにずれる方向になるんで、うん、まあいいデッキ構築なのかな、うん、思いますね。まあ、こういうね、土地の選択でゲームの結果変わってきますからね。そうですね、こういうふうになんかもうバンドカンパニーのマナーベースってもある程度ね、こう一般化されてて、はい、まあ、あまりいじるところないかなっていう思うところも、まあ、先ほどの安岡さんとかもねちょっといじってましたし、やっぱりそういう固定概念からまだやりようがあると、そうそうそう、うん、切り崩していくのがやっぱりプロなんじゃないかなと思います、まあ、あとはこのサイドボードでねカウンターいっぱい入ってるよとか、こういうのに合わせてちゃんと微調整できてるかとか ね、即時逆化とかは、まあ、青必要だったりね、うん、そう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 、そういうのでやっぱりマナーベースもちょっとずついじっていってね、ふむふむ、うん。さあマルシオさん、今度ね選択肢が多すぎて難しいっていう、手札がいつの間にか超強いですね。確かに、一応ね2ターン目はこのままクリーチャー出しておくっていうのは特に他に選択肢がないので、はい、まあ引き算でね、これは出すしかなかった。構えた構えたが捉えられない、捉えられない、石川くん、うんうんうんってなってますね。オーケーってなってますね。うん、これね遠く見つれちゃうと、あのねタルモゴイフも 2-3 ですからね、しばらく 2-3 だからなかなか ね、 特にねライフ削れないんですよ、これはいいスタートですね。発生ルーツは対戦相手が3番のない時に巡礼打っておいて、もうさっさと紅葉して石かなと、まあ、ベストムーブですね。はい、素晴らしい、素晴らしいね、うん、そして、払拭を構えながらタコモア持ってると、なるほど、うん、もうこれねオリバーさん殴り始めますからね、うん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 、はい、やはり先手後手で結構ねゲーム変わりましたね。これ ね、 ねまた、オリバーさん後手だったら、ニッサの巡礼をキャッチされてた、隠されちゃうんだよね、うん、だからやっぱこのマッチアップで先手後手の差は結構でかいですね、うん、まあでもそう考えると次のゲームここね、オリバーさんが勝ったとすると、カルバホさん先手になるっていう、そう、どっかで何かこうずらさないと、うん、やはり予選ラウンドはガチリ毒、ガチリ毒だったか、うん、はい、はい、1マナの紅葉してる、今現状は 3-3、うん、これね隠されていいやつから出していってますねこれ、うん、じゃあこれかなっつって次これ隠す、あ、さすがにキスかこうね、揺さぶりなんでね、はい、この雲をよく見るとですね到達持ってるので、うんうんうん、あの 2-3 飛行は、うん、ブロックされちゃうんですよね、そうですね、うん、いや石かなっていうカード強いな、石かな強いですね、やはり紅葉してると、うん、いやね、やっぱねカンパニーでね悪友を連れてくるマルシオさんに対してオリバー君もねちょっと悪ぶっていかないとね、悪ぶっていかない、石かな悪いやつですか、うん、そうそう石かな、石かな悪いやつ、石かなは、いや、いいやつ、いいやつ、いいやつ、古文、古文多いですよ結構だって起動型能力起動すると古文の枚数ちゃんと数えますからね、はいはい、あ、サンタいるなちゃんとつって、うん、番号123みたいな、じゃあ3点ルーズだ、よし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 はい、はい、マルシオさん難しい、やっぱねこうなっちゃうとカウンター
と攻めるカードとね、しかもソーサリー除去も相手得しちゃうかもしれないし、トークン除去るだけだとなんか損してる気がするし、まあそうですね、結局まあ3号が残っちゃうんでその分は損しちゃいますね、うん、さあロングゲームにしたらこれはもうオリバーさんの流れになってしまうので、うん、ちょっとねちょっと八方塞がりどうしようかなと、うん、まあゲーム的には8対2ぐらいでオリバーさん有利、それぐらい言い過ぎ、いやどうですかね、まあ全然まくりうる要素はあるとは思うんですけど、まあマルシャさんのプランニングが難しいですね非常に、うん、要はアクセルを踏まなきゃいけないんですけど盤面には結構ブロッカーがいるし、うん、クロッカーもありますからねオリバーさんね、うんうんうん、3-3も殴るでしょこれ、そうですね次ね、うん、紅葉してますから、うん、で、マルシャさんが動いた瞬間にエムラが出てくるので、うんうん、石壁相当悩んでますね、うん、プレーむずいと思います、ここはここでのプレーで大まかな方向性多分決まると思うんで、ここからのゲームは、はい、ちょっと見守りますか、はい、石の宣告をトップにどこに、はい、はい、雲に打ちました、まあ、まあ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 、トークン1号、2号、3号みんな消えた古文がみんな消えた、はい、はい、リクルーター、そいつは殴るでしょう、まあ暇ですからね、はい、クールは9マナですか、9マナですね、はい、だもうちょっと遠い、そうすると即時却下が刺さりそうですね、うん、手札にあるで一応払拭もセットで、いけば、うんうん、でやっぱり1マナ構えながらでき出せるターンを作れるように、まあ、場を作っていくのが、まあ、オリバーさんのプランかなと、はい、まあ、今ねドルイドも引いたんで、うん、ちょうどいいですね、このドルイドから、タコ、うんうん、いやオリバー君も難しいですよこれ、手がかりって何の話でしょう、ああー、トークン、そうですね、石の宣告はトークンからは出ない、うん、出ないんですよ、お得、なんかカードの数だけ出るんですよね、確かね、うんうん、そうそうそう、はい、お得ではない、確かに、うん、お得ではない、確かにトークン側がお得、うん、まあ、痛み分けぐらいいい勝負いい勝負、まあ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 、そういう交換だった、まあ、石かな本体は残るが手がかりも出させん、はい、いやマルシオお兄ちゃんちょっとオリバー君があまりにも強いので、いや強いね、真剣に考えてます、はい、これハンサマ同士で、はい、石かなを戻します、これは、はい、もう出しますね、はい、ゲームを長くさせるのが目的なので、生贄に捧げて、はい、はい、置いたら深海域、まあ、全部いっちゃいますか、サップ全部クリーチャーを全部寝かす、はい、なるほど、これはもうアタックしていくという展開もあるということですね、うん、はい、だが4号立ちますね、
はい、ランドは嬉しいかな、うん、4枚落ちててこれで7だからあと2マナーないですね。7で原始のドルイドが死んだとして8マナーで1足りない1足りない。次ドローでランドを引いて9マナーで喜んで出すと刺さる、刺さりますね。即時逆かな。これまた少し足りないですね。オリーバーさんの一番下のクリーチャーはフシークリーキのドライアド1マナ1、1摂取なんですけど、はい、高揚しているとプラス2プラス2修正を受けるので今33の摂取ですね。はい、マルシオさんの、ね、クリーチャー結構でかくなるんですよね、うん、で最初の方だと 2,3 みたいなカードが結構多いのでドライドが 3,3 だと意外ともじもじしちゃってね、うん、で、まあ、マルシオさんの方が条件いろいろ満たして、4-5 だったり 5-5 クリーチャーになってきてても、まあ、後半でも相打ちで少なくとも、ね、1対1取れるっていう。はい、うん、これね左手のプレイヤーかなり不利かなと思ってたんですけれども、ね、現状このボードだけ見ると圧倒的な、はい、でドローします。おー完璧、完璧なドロ ー, 完璧なドロー。これは青青青、これは ね, ね完璧ですね。いやこれはね素晴らしい、あ、はい、すごい白ゴミの帳簿兵が裏返ったことによって今ドローした呪文トライは2マナでキャストできて、しかも、即時却下もこのターンプレイできると。なので、マナを構えていたら、まあ、払拭エムラクール払拭という動きに対応できるということですね。ちなみに今2、3飛行なんでなくなかったですか。それは謎、謎ですそれは謎ですね。あら、でもここは使いましたね。まあもうクロックかけていくっていうことでしょうね。1,2,3,4,5,6,7 あとね2マナ必要なんですよね。原初のドロイドを除いたとしても、含めたとしても原初のドライドを除いたとしても2マナ必要。結構大変。はい、うん、はいはい、ランドは伸びる1マナ電車のロイドは死んでほしいなと。アタックに行ってもねパワーゼロなんで、誰もブロックしてくれない。はいはい、徐々に戦力が増強していくバンドカンパニー。はい、そろそろ本体にね行くときは来そうですけどね。はい、ここで M ちゃん出ちゃうのか。お、巡礼者の目、いや結構いい、アーティファクトが落ちるんで、つまり土地を探しながらアーティファクトが落ちるから実数2マナ稼いでる、はいはい、そうですね。これを即時却下するのか、そしたらもうこっちもディスペル打ちそうですね。うん、まあ、どうせもうエムラクールここからマナーだった状態でプレイするの難しくなってくるので、これで、9マナー結構面白い展開になってきました。面白くなってきました。ただライフ7っていうのが実際どれぐらいなのかっていうのをちょっと計算したいですけど、結局そうですね、エムラクール出したとしてもその呪文トライをブロックすることができないんで、これ今もう1枚呪文トライ引いてません。タミオでしたね、今のタミオでした。タミオはダメじゃないですか。ダメかもしれない。みんな来ました、みんな来ました。はい、カウンター構えながら行ったら、ブロッカーこんだけいても7点通るよという、もしくは不利なブロックですね。不利なブロックをしなければいけない。1,2,3,4,5,6,7,8 難しいな、上が全部通る、上を1体ブロックしたとしても、あ、5、いや8体殴ってるから4体ブロックだと、まあ、パワー2以上あるんで、あ、なるほど、ということで、はい、マルシオさんが勝ちました。